蒸気船マークトウェイン号は世界のディズニーパークにあるアトラクション。蒸気船マークトウェイン号は環状のアメリカ画を周遊する蒸気船のアトラクションである。環状のアメリカ画を本物の蒸気船で周遊する点は全てのパークのアトラクションに共通するが蒸気船の形状、サイズ、デザイン、名称などはパークによって若干異なる。 名称もマークトウェイン号ではないものもあるが、ここでは一緒に扱うこととする。蒸気船マークトウェイン号は大型船舶のアトラクション。蒸気船に乗り換状のアメリカ川を一周し、同じ船着き場に戻ってくる。1995年に修理のため一時運航を中断していた。リバティースクエア蒸気船のリバは大型船舶のアトラクション。 蒸気船に乗り換状のアメリカがを一周し、同じ船着き場に戻ってくる。マジックキングダムでは、1971年当初は、ジョーフォーラー・提督号により運航が開始され、1973年からは、リチャード・ F アー・バイン号が運航を開始し二層体制となった。1980年に、ジョーフォーラー・提督号は不具合のため運航を終了。 その後、1996年に、アーバイン号も一旦運行を中止したが、大幅に修理され、名称を、リバティーベル号と、改めて運行を再開した。蒸気船、ジョーフォーラー提督号、ジョーフォーラー提督号は、カリフォルニアのディズニーランドのマーク・トウェイン号と同系の、後部外輪船であったが、1980年に、不具合のため運行を終了した。蒸気船、 リバティーベルゴーリバティーベルゴーはカリフォルニアのディズニーランドのマーク・トウェイン号より一回り大きく東京ディズニーランドとほぼ同サイズの後部外輪船である運航開始当初はリチャード・エフ・アーバイン号という名称であったが1996年に大幅修理の後名称をリバティーベルゴーに改めて運航を再開している蒸気船マーク・トウェイン号は 大型船舶のアトラクション。1850年代の外輪船を8分の5程度にスケールダウンしたもの。蒸気船に乗り換状のアメリカ川を一周し、同じ船着き場に戻ってくる。船内は1階から4階までの4層構造で、4層目は操舵室のみであり、一般のゲストは3層目まで立ち入りができる。デッキの名称は1層目がメインデッキ、2層目が プロムナードデッキ、3層目がテキサスデッキである。船は全長約34メートル、重さ140トン、冠を施した2本の煙突から蒸気を吐き、大きな外輪を回転させて約2ノットの速さで進む。航行中は船長のランドルフ・ノックスと一等航海士のジェイコブ・ブラッグスの会話が楽しめる。船が大型であるため、 船舶法に基づく船舶として、マーク東栄ン号の名称で、船籍登録されている。法令により、船体に、船名、船籍地名を表示しなくてはならないため、船名は、船体の前方部と後方部に、船籍地名は、後方部の目立たない位置に書かれている。また、国土交通省関東運輸局から、 人の運送をする不定期航路事業として認可を受けており、マーク・トウェイン号は法的に旅客船である。蒸気船であり、風の影響を受けにくい人工池上の航行であることから、ほとんど揺れない。また、風により船が揺れるような影響が出るときは運営を中断する。パーク内で最も風に弱いアトラクションである。マーク・トウェイン号には救命ボートと、 救命胴衣が用意されていない。これは緊急時には、アトラクション、トムソーヤとイカダのイカダが救援を行うことになっているためである。開園以来日本水産がスポンサーだったが、2006年9月に提供を終了した。2019年7月1日からは、新寮冷熱工業がスポンサーとなる。サンダーメサ上機船乗り場は、大型船舶のアトラクション。 蒸気船に乗り換状のアメリカがを一周し、同じ船着き場に戻ってくる。東京ディズニーランドとの大きな違いは、マーク・トウェイン号とモリー・ブラウン号の2層の蒸気船があることと、中央の島にビッグサンダー・マウンテンがあることである。サンダー・メサとは、アメリカ西部にあるとされる、架空の街の名称で、ビッグサンダー・マウンテンの金鉱山を掘り当てたヘンリー。 レイブンスード京都、彼が設立した、鉱山開発会社である、サンダーメサマイニングカンパニーによって発展したという、設定になっている。蒸気船は、サンダーメサの船着き場を出ると、ビッグサンダーマウンテンのある島を左手に見ながら、半時計回りに周遊し、途中には、木々の生い茂る小島や、滝、寄せみて国立公園を申した。 完結船などを見ることができ、最後に右手にファントムマナーのマナーハウスを眺めて、船着き場に戻る。蒸気船マークトウェイン号マークトウェイン号は、カリフォルニアのディズニーランドにあるオリジナルのものと、同系の後部外輪船である。東京ディズニーランドのものよりも一回り小さい。定員300人。蒸気船、モリー・ブラウン号、モリー・ブラウン号は、ディズニーパークで運行されている。 唯一の原則外輪船である。そのため形状が他の蒸気船と大きく異なる。モリー・ブラウン号の名称はタイタニック号で生き残った女性マーガレット・ブラウンの通称に由来する。2005年からエンジン修理のために運休していたが2007年に再開している。ありがとうございます。